はい、どうもです。今日クラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日はこちらよっちゃんのアカウントですね。はい、マルチのリプレイ解説やっていきたいと思います。はい、もう使ったデッキは、はい、こちらですね。もう本当に誰でもできて、もうもうめちゃくちゃ強いデッキです。まあ、上位のレート帯はどうなのかわかんないんですけど、まあ、僕らのやってるレベルのクラロワだったら、もう本当にこのデッキは出してるだけで、はい、いけると思います。はい、じゃあ最後なんですけど、はい、こちら3桁猛者ですね。はい。20勝チャレンジで、まあ、20勝してて、まあ、めちゃくちゃうまい方なんですけど、まあ、勝てたといった感じで、はい、最後流していきたいと思います。まあ、本当にもうずっと常々言ってるんですけど、もう簡単です。もう逆サイドフルブッパもしくは両サイドを攻めてあげるだけで OK ですね。まあ、大型系に関してはもう絶対逆サイドですね。まあよっぽどこう PS に自信ある人だったら同サイドで合わせてもらっても全然いいんですけど、今回の相手はこれ5レーいきなり後ろから出してきたので、もうこれはお構いなくもう逆サイドフルブッパですね。もうこれでもう守られたらもうしっかり諦めてください。もうもう次々といった感じで、もう簡単ですね。本当にもうこれでダメだったらもうしっかり諦めるっていう風に決めておけば、もうそこまで精神的なまあダメージもないのかなといった感じですね。はい、もう本当にこのデッキずっと使っているので、もう自分自身ももう割り切ってしまってますね。まあ、今回の相手のデッキがまあすごい特殊だったんですけど、まあこれちょっとベビドラとかライドラとか言ったら、まあちょっと話は変わってたと思いますね。はい、まあこんな感じで1本落として、まあなおかつこっちとしてもタワー守れたので、これはまあ運が良かったですね。本当にまあ普通だったらこれ1本絶対折られてるんですけど、はい、まあこれはラッキーですね。はい、はい、ここで5レー来たので、もうこれで逆サイドフルブッパですね。もうこれでも守られたらもうしっかり諦める。もうこれずっと言ってるんですけど、もうそこさえちゃんとやってもらえたら OK ですね。はい、まあ、今回これ勝つことができたんですけど、まあ基本的に大型デッキに関してはまああんまり勝てる方がまあ少ないと思うので、まあこれはちょっとたまたまでしたね。はい、はい、じゃあ次は、ドリルデッキですね。はい、まあ、今回運がいいことに相手はブラスターなので、もうこれはもうそうですね、ポイズンとかもないので、まあ、マジアチャだけちゃんと処理してあげれば OK ですね。まあ本当に何回も言うんですけど、まあ、適当にやってもはい勝てます。これはまあ相手が上手かったら話は変わってくるんですけど、もうそうじゃなかったらもう本当にただただ適当にやってるだけで勝てます。はい、まあ、ポンプ立ててる状態でアドバンテージも取ってるので、もうめちゃくちゃアド取ってますね。これしかもこれマジアチャも出しちゃったせいで、もうこれはい、もう相手守れないですね。もうご覧の通り、もうイリアドがすごいことになっちゃってるので、はい、もうこれ何回も言う通り、もう適当にやってるだけで勝てます。まあ、このマジアチャもしっかりタワー受けてもいいですし、もうスキキンでターゲット取らせてもいいですし、もうどっちでもいいですね。これはちょっとこれもうちょっと工夫して出してあげた方が良かったですね。まあなんですけど、はい、何回も言うようにもう適当にやっちゃってるので、まあ仕方ないのかなといった感じですね。もう本当にこれはすごかったですね。はい、まあこんな感じで本当にやっぱりデッキが強いので、もう相手がもうめちゃくちゃ上手くない限りはもう本当に楽して勝てます。はい、まあこんな感じですね。はい、じゃあ次は26ホグですね。はい、もう26ホグはこれちょっと本来相性悪いんですけど、今回これ相手ブラスターなので、まあ相性が逆転したのかなといった感じになります。まあこれプリンセスタワーとかになると、もうこれ意外と平気で守られてしまうんですけど、まあブラスターだったおかげで勝つことができたといった感じですね。
はい、これ相手ホグ飛ばしてきたんですけど、しっかりこれタワーを犠牲にしてあげてからのカウンターですね。もうこれだけで OK です。まあ、入り堀デッキはもう何回も言えるように守るデッキではないので、しっかりタワーをタワーで受けてあげて、そっからのカウンターですね。もうそうしてあげればもうほぼほぼ通ります。はい、ちょっとこの進化スケも余計でしたね。はい、これウッド持ってるのに、まあなんせあんまり考えてなかったので、ちょっとこれもったいなかったですね。はい、まあなんですけど、もうめちゃくちゃこれアドバンテージも取ってたので、もう最後こんな感じで適当に出してあげるだけで OK ですね。はい、もう本当に簡単ですよね。はい、もうめちゃくちゃ簡単でめちゃくちゃ強い、もうこれがもうこの入り堀デッキになります。しかも誰でも使えるっていう、もう本当にこう夢のデッキですね。でしかも相性悪かったらもうしっかり諦めれるっていう、もう本当にこう、まあ、精神的にもすごい楽に戦えるデッキになります。まあ、最後こちら、はい、3桁モサなんですけど、はい、この方めちゃくちゃ上手かったです。もうなんせ自分も、まあ、そこまで、まあ、適当にやってるので、こうなんて言うんでしょう、こう客観的にこうすごいなって思いながら、まあ、そう思いながらやってましたね。はい、相手の防衛も結構これめちゃくちゃ硬かったです。まあ、やっぱりこうワンランク上の人間と当たると、もう本当にこう、まあ、自分が想定、まあ、想像した倍以上やっぱりこう防衛が硬いので、まあはい、そういった相手と当たったらまあ仕方ないっていう風に割り切ってあげた方がいいですね。もうそれでも負けるんだったらもう正直しょうがないです。もうただただもう相手がもう1枚も2枚も上手だったといった感じですね。まあ、こっちとしてはやっぱ高回転なので、まあ、できるだけポンプを回してあげてっていう、まあ、サイクルを作りたいんですけど、まあ、なかなか相手もこれ高回転なので、まあ、全く意味なかったですね。はい、こっちが2周目、ポンプ回ったとしても相手ポイズンもう回っちゃってるので、このそうですね、ボンバーのエイムが、はい、まあ、こっちにとってはすごい運が良かったですね。はい、これご覧の通り相手これめちゃくちゃ攻めてるんですけど、はい、これで確か行きましたね。はい、まあこれはちょっと正直なところ感覚的なものもあるんですけど、ただ相手もこれうまかったので、もうこれアドバンテージ取ったとしても結局のところ全然意味がなかったんですよね。はい、はい、もうご覧の通りこれ綺麗に守られちゃいましたね。もうはい、もうここまでうまかったらもう正直もうしょうがないです。はい、こっちとしても本当にまあただただ両サイド形組むだけなので、もうそれでも完璧にもう守られるんであれば、もう本当にもうそれはもうそれでしょうがないですね。もうでここ進化ボンバーがたまたまスケルトンに反応してくれたおかげでこれもダメージを抑えれて、まあやっぱり運も良かったですね。はい、これははい、何回も言うようにこっちとしてはもうただただ両サイドを形組むだけで OK です。もうそれでもう通らないんだったらもうしっかりもう諦めてもう次に切り替えてもらった方がもう全然いいですね。はい、もうこれ何回も何回もこれもう攻めてるんですけど、なんせ相手の防衛がまあ硬いので、はい、もうなんかもう本当にもう感動しながらやってましたね、これ。でここなんですけど、これちょっと相手、はい、進化コウモリ警戒してスキル使っちゃったんですけど、これ結構大きかったですね。もうこっちのユニットたちが結構これで残ってしまったので、まあ結構タイミングシビアなとこはあるんですけど、まあどうなんですかね、やっぱり進化コウモリにやられるのか、まあ、それとも、はい、この他のユニットにやられるのか、まあどっちかだったのかなといった感じですね。まあただこれはちょっと相手もうまかったです。はい、もう最初の防衛あれだけもう防衛されたらもう本当にもうまあ笑うしかないよねといった感じですね。
はい、今日の動画は以上になります。はい、またマルチのリプレイ動画、出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。